フラフラしているけど大丈夫かな。ダイエット中みたいだからお腹が空きすぎてまっすぐ歩けてないのかも。さあ、食欲旺盛な若きスピードスターたちによる芝 1600m のスピードバトル、食欲マイルカップ今スタートしました。おっと、1番人気の8番我慢がちょっと立ち上がるようなスタート。良い成績が続いている10番自分へのご褒美、11番明日から頑張るとともに後方からのレースになります。これは波乱の幕開けか。さて、好スタートを切った2番のちょっとくらいならが先頭を伺う勢いだ。こんなレースの序盤で早くも手を伸ばしてしまうのか。いや、ここで外から並んできたのは3番この夏はプール、そのすぐ後ろに1番水着のため、2頭の牝馬が並んでいます。今年初の水着はベストコンディションで臨みたいという乙女心がたかり気味に先頭を伺う。バックストレッチから3コーナーに入り、レースは勝負どころ。4番ひじきはセーフ、5番春雨はセーフ、6番豆腐はセーフが中段で馬群を形成。ローカロリー食材での置き換えを狙っているのか、意地を見せたいところです。さあ、第4コーナー外から一気に5番春雨はセーフがまくっていった。すごい勢いだ。あっという間に先頭集団を飲み込んで先頭に立ちました。最後の直線は 525.9m と長いが、このまま押し切ることができるのか。さあ、最後の直線、ここからが本当の勝負。まだまだ結末は分かりません。5番春雨はセーフが先頭、外から7番アスヒル抜けばいいが来た。今日食欲を抑えられない人が明日のランチを本当に耐えられるのか分かりませんが、坂をものともせずに上がってくる。そして内をスルスルと9番のフラワイゼロ、明日は歩いて出勤すればカロリーを相殺できるとでも思っているのか。残り 200m を切って先頭はアスヒル抜けばいいとプラマイゼロの大接戦。5番の春雨はセーフは馬群に沈んだ。おっと、馬群を割って一直線に伸びてくる馬がいる。これは鉄拳番号8番1番人気の我慢だ。あと100、我慢が先頭に立ちました。アスヒル抜けばいいとプラマイゼロは失速。いや、大外から1頭伸びてくる。これはすごい足だ。届くのか届くのか、勝つのはどの馬だ。ありがとうございました。勝ったのは10番自分へのご褒美だ。道中は最高峰にいましたが、残り 50m で一気に追い込み、花さの激戦をものにした。さあ、このレースいかがでしたか、解説の犬塚さん。いや、一日仕事を頑張った自分へ向けてなんでしょうが、強かったですな。スタミナが鍵となりそうですが、ダービーにも出てくれば楽しみですね。短い距離では当分伝承が続くのではないでしょうか、スイーツだけに。なんと便利な言葉だ、自分へのご褒美。圧巻の走りで食欲マイル王の座につきました。